今日の奈良県内も厳しい暑さが続き、奈良市で最高気温が35度以上の猛暑日を12日連続で観測しました。猛暑の中、製氷会社は注文に追われ、忙しい日々が続いています。今日の奈良県も高気圧に覆われ、朝からうだるような暑さに。最高気温は奈良市で36.1度、五条市で35.7度、 戸塚村和也で35.4度を観測しました奈良市で猛暑日となるのは12日連続ですあすも北部では予想最高気温が35度となっており引き続き熱中症への警戒が必要ですそんな中奈良市にある日の出製氷では出荷の準備で大忙しです 中でも通常よりも長い時間をかけて凍らせる独自の商品、大和氷室は溶けにくく硬い氷で人気だといいます大和氷室を使ったかき氷はふわっと軽い口溶けが特徴で県内の多くのかき氷店でも使われていいるととうことですこちらの保管庫では氷が溶けないよう室内がマイナス10度ほどに保たれていてここから日本各地のかき氷店などに届けられます。 出荷は県内だけにとどまらず南は沖縄まで奈良で作られた氷が届けられています今年は猛暑に加え新型コロナの感染症法上の位置づけが5類に移行したことなどからイベントが増え氷の出荷は例年に比べて2割以上増えているといいます奈良の氷の歴史は古く 奈良時代には山の中に氷室を作り貯蔵した氷を夏に平城京に献上したと伝えられています日の出製氷では古くから奈良で親しまれてきた氷の食文化を県外や外国の人にも味わってほしいと話していました